いただきたく心よりお願い申し上げます。幸福実現棟でございます。マンサでお買い物中の皆様こんにちは。大きな声で大変失礼いたしております。ただいまこの一角をお借りして幸福実現棟街頭演説を始めさせていただきます。マーサーをご利用の皆様、ただいま紹介いただきました幸福実現党岐阜県本部の加納でございます。現在参議院選挙真っ只中でございます。私ども幸福実現党は釈良子党首を先頭に参議院選挙を戦っております。皆様どうか比例区は幸福実現党、比例区は幸福実現党にどうかよろしくお願いを申し上げます。本日は私ともうお一人、党本部より政調会長代理小川佳代子が参っております。小川佳代子はこの岐阜県出身でございます。本日小川佳代子より私に続いてご挨拶申し上げますので、しばらくお時間を頂戴いたしますことをお許しください。私からは国防政策に関して少しお訴えをさせていただきます。今我が国日本は歴史上始まって以来の国家存続の危機、国家存亡の危機にあると思っております。と申しますのも、今ウクライナ、ロシアの紛争、戦争により我が国は、まあ、はっきりと申しましてロシアを完全に敵国としました。そうしますと皆さん、中国、北朝鮮、ロシアという核大国、3つの核保有国と同時に相対峙することになりました。ロシア、北朝鮮、中国が同時に脅威となりました。私ども幸福実現党はかねてよりロシアと平和条約を早く結ぶべきだと訴えておりました。ちょうど安倍首相政権の時、安倍首相が何回もロシアのプーチン大統領と交渉を重ねておったとき、私どもの幸福実現党を立党いたしました、創立をいたしました大川隆法総裁は、まあ、仮に4党帰ってこなくても、場合によっては2党返還がなくても、ロシアとの平和条約の締結を急ぐべきだとおっしゃっておられました。まあ、正直申しまして私自身もその意味するところを完全には理解していなかったと思います。しかし皆さん、今このロシアと日本がもう敵対関係になってしまった今、私はその私どもの大川隆法総裁が日露平和条約を早く結ぶことを主張しておられた理由がはっきりと分かりました。皆さん、北方領土にロシアのミサイルが配備されています。皆さん、今そのロシアのミサイルはどこに向けられているとお思いでしょうか。もしも皆さん、日露平和条約が結ばれておったなら、北方領土のロシアのミサイルはおそらくは対中国、あるいは対北朝鮮にその矛先が向けられておって、我が国の防衛上非常に有効な力を発揮するものであったはずでございますが、今ウクライナ・ロシア紛争にをきっかけとして日露が完全に敵対関係となってしまった時、北方領土にあるロシアのミサイルはおそらくはこの日本に向けられている。これが大変な脅威なのでございます。私ども幸福実現党は、ならばこの日本の国家存亡の危機、
まずは何をすべきか、まずは私ども日本が本当にやるべきことは、ロシアとウクライナの紛争を解決するために、その停戦交渉の旗振り役として、ロシアとウクライナの間に立つのが我が国の本来の外交的使命であると思っております。ですから幸福実現党は、今からでも遅くない、日本は本来の使命に目覚めて、ロシアとウクライナの停戦交渉、停戦調停にリーダーシップを発揮して乗り出すべきであると考えております。いずれにしましても、今三正面作戦といいまして、世界の各大国、中国、北朝鮮、ロシアを同時に、その3つの国が同時に日本にとって脅威となっておりますので、私ども幸福実現党は今申し上げた通り、ロシアとウクライナの調停交渉に入って、その紛争をやめさせる、もう一つ、やはりそうは言っても日本のこの国防上の危機を乗り切るために、自民党さん、公明党さんがおっしゃっている派遣、自衛隊の明記をする派遣というような憲法改正では何の意味もないと考えております。やはりここは正々堂々と真正面から憲法9条を改正し、自衛隊を国防軍として認め、しっかりと防衛体制を作るべきであります。そして核装備のこの検討と申しますか、もう時すでに遅しですが、核装備も我が国の国民の皆様の生命と財産、安全を守るために、これも急がなければなりません。どうか皆さん、幸福実現党、本当に日本の皆様の安全生命を守るために頑張ってまいりますので、どうかこの度の参議院選挙、比例区は幸福、比例区は幸福実現党に、どうぞ皆様の清き一票をお願いを申し上げます。